こんにちは、たかゆきです。今回も動画を見てくれてありがとうございます、今日は花巻にあります花巻城の城跡に来てます。この花巻城も結構有名なスポットで、公園になってます。この裏の方なんですけど、で今回はこの入り口のところと、あと中の方と、すぐ近くに石橋があるので、そこで撮影していきたいと思います。ちなみに花巻城は、URL を概要欄に載せておきますので、そちらから見てください。では撮影の方行ってみたいと思います。はい、裏に来ました。裏はこんな感じです。壁がちょっとある感じですね。その方行けば門があって、立派な門がこうドカッとあるんですけど、そこは今日は使わないで、今日はこの壁の部分を使っていきたいと思います。吊り橋に来ました。でこの結構吊り橋なんですけど、まあ結構短い感じなんですけど、なんとここで撮影していきたいと思います。では行ってみましょう。
上です。どうでしたか？どこが一番好きでしたか？好きな写真あったらコメントで教えてください。吊り橋か城かですね、どっちか好きな方あったらいいねとかコメントを教えてください。あと花巻にはまだまだ名スポットいっぱいありますので、次回も名スポットの方に回っていきたいと思います。それではバイバイ。